口美希子と言います。家族は警察官の夫と、あと小学校中学校の娘2人います。で、警察官を目指した理由なんですけど、私が小さい頃から剣道をしてまして、剣道を通じて道場であったり試合会場で、強くて優しい警察官にと会う機会、指導を受ける機会があって、自分自身もそうなりたいっていう思いから、警察官を志すようになりました。主に署では、少年係、少年事件であったり、あと警察安全相談係、ストーカーとか DV 事件の担当をしてました。警察本部では、子ども女性安全対策室、あと捜査第一課の性犯罪事件指導係の方で、声かけ、つきまとい、あと強制わいせつとかの被害者の担当をしていました。今年の3月から、ここ警察学校で教官という立場で、採用時期間中の若手警察官の指導育成に当たっております。産後休暇、産前休暇、産休ですね、あと育児休暇に入る前に、やっぱり長期間休むっていうことに不安を感じてたんですけど、ある上司が、坂口さん、あなたが今から経験する結婚であったり、出産であったり子育てっていうのは、いつか自分の仕事に役立つ時が来るよって、だから帰って、必ず帰っておいでねって、そういう言葉をかけてくださって、安心して子育てに専念できた、そういったあったかい職場だと思ってます。警察官である夫なので、私のやっぱり職場での苦労とかも少なからず分かってくれているのか、私が疲れて帰ってつい、家事をせず寝てしまったとしても、黙ってそっと洗い物してくれたり、洗濯物を運んでくれたり、そういうやっぱり優しさっていうのは常に感じてます。あと子どもの育児の方なんですけど、やっぱり夫がすごく積極的に育児にも携わってくれて、今3交代で勤務してるんですけど、仕事のない日はもう平日の授業参観にまで行ってくれて、イクメンパパぶりを発揮してくれてます。警察官の仕事は、人の穏やかな生活であったり暮らしであったり、人の命を守る仕事なので、やっぱり責任も重いです。その責任が重い分、訓練であったり学校生活、厳しいこともあると思います。ただ教官という立場で一緒にその苦しみを乗り越えていったり、喜びを分かち合ったりするのが私の仕事だと思ってます。一生懸命な人を私は警察官、教官として応援したいと思ってます。高松東警察署の森貞智子です。各署で留置管理課、交通課の勤務を経て、現在高松東警察署地域課所在地係として、本省待機のパトカー乗務員として勤務しています。警察官の夫と子供を2人の4人家族です。現場に男女の区別はありませんが、迷い子の保護や女性被害者に対峙するときに、警察官としても女性ならではのソフトな対応が必要と痛感し、やりがいを感じます。私は育休明けの仕事復帰のタイミングで自宅を管轄する所属に異動になりました。通勤や家庭との両立のための配慮と思いますが、子どもにとっても実際に私が働く姿を目の当たりにすることで、母親の仕事を理解するいい機会になったと思っています。最近では時短勤務や夜勤の免除、男性警察官の育児休業の積極的推進など、さらに働きやすい環境になっていると思います。子どもが小さい頃は仕事を続けられるか悩んだこともありますが、家族の応援を受け続けることができました。警察官の勤務は特殊な部分もたくさんあります。夜勤や昼夜を問わない呼び出しなどはもちろん、災害時など家族よりも仕事を優先しなければならない場面があるのも事実です。私の場合はそのことを家族が理解し協力してくれているということが、何よりも心の支えになっています。趣味はランニングです。警察官にとって塾課は仕事ですが、私はもともと塾課が得意ではありません。ですが現場でそのようなことを言ってはいられませんし、実際に力が必要な場面も多々あります。せめて
被疑者が逃走した時最後まで追跡できるようにと走り始めたのがきっかけです。どんな職業を選んでも苦労はあります。だからこそ本当に就きたい職業を選ぶことで苦労もやりがいに変わるかもしれません。香川県警ではあなたの個性を求めています。正義感の強い方、熟科が得意な方、優しい方、私たちと一緒に仕事をしてみませんか。私は本当に就きたかった仕事について毎日充実しています。琴平警察署交通課長の松岡真由美です。平成6年に香川県警察官を拝命し、3年後香川県の警察学校の助教をしております。その後に交通部員となり、高松警察署の交通課、その後交通指導課、交通企画課で勤務しており、今年の4月から琴平警察署の交通課長をしております。家族構成は警察官をしている夫と高校3年生の長女、高校2年生の長男の4人家族です。女性ならではの経験ということにおきましては、私はずっとですね、交通部でおりますので、男女を問わずいろんな方と対応いたします。そういう際にですね、子どもが被害者のこともありますし、女性が被害者のこともありますので、少しでもですね、安心してお話ができるようにソフトな対応っていうのを心がけております。承認する際はですね、私は結婚しておりましたので、子どももおりますし家庭もありましたので、周りから見るとですね、大変なんではないかと思われがちですが、時間があればずっと勉強するっていうわけではありませんので、限られた時間にですね、集中して勉強がすることができたと思ってますので、特に弊害は感じておりません。現在ですね、交通課長としてこちらの方に赴任しておりますが、重責を感じながらもですね、やりがいを感じております。家族の協力につきましては、警察官ですので、やはり突発事案っていうのがございますので、そういう際に祖父祖母であったり主人の協力、積極的な協力を得て何とかやってこれております。警察の仕事は過酷な一面もありますが、それにも勝るやりがいがあります。福利厚生などもしっかりしておりますので、頑張る女性を後押してくれる制度も充実しております。皆さんも警察官になり、一緒に頑張りましょう。岡翔子と申します。平成14年に拝命になりまして、免許センター、その後総務課の秘書係で、会計課、あと東香川警察署、あと企画課の方を経て、今現在の情報管理課の方で勤務しております。家族は主人 と、 あと小学校4年生の10歳の長女、それから小学校1年生の7歳の長男、それから幼稚園年長さんの5歳の息子がおります。漠然と子供ができても仕事がしたいなと思っておりましたので、産前休暇とか、あと育児休暇が充実している公務員になりたいなと思っておりました。で、その中でも警察職員を選んだのは、近くに警察職員の方がいらっしゃって、職務のお話とかを聞いたりして、あ、ここで私も働いてみたいなと思って志望しました。今は情報管理課というところで勤務しているんですけれども、情報セキュリティというととても小難しくて分かりにくいと、よく職員の皆さんから言われるんですけど、警察の中で取り扱う情報っていうのは個人情報もたくさんあって、決して漏れてはいけないものです。システム的にはもちろんなんですけれども、職員一人一人の意識っていうのがすごく大事だと思っています。そこで女性ならではの優しい表現とか、簡単な言い回しとか絵などを取り入れて、少しでもこう職員の皆さんの苦手意識っていうのを克服していけたらなと思って情報発信しています。私、先ほども申し上げたんですけど、3人子供がおりますので、育児休暇はトータルで3年半いただきました。育児休暇が明けて職務に復帰してから、すごく実は不安だったんです。休みを取らないといけない時もありますし、同僚や上司に迷惑をかけてるんじゃないかってすごく不安だったんですけれども、その時の女性の上司に、何も気にしなくていいよと、お互い様だからねと、今お母さんが
してもらっていることっていうのをこれから子供を産んで育てていく後輩たちに同じように返してあげたらいいよっていうふうに言われて、すごく心が軽くなったのを覚えています。組織を挙げてワークライフバランスに取り組んでおりますので、子供を持つ女性にとってはとても働きやすい職場なんじゃないかなと思っています。承認試験を係長の承認試験を受けた時のことなんですけれども、子育ての合間とか家事の合間で朝早く起きてとか夜ちょっと遅くまでコツコツと勉強を続けていました。会社の上司の協力もあって1回でクリアすることができたんですけど、承認試験に合格したよっていうのを家の方に電話で伝えてたんです。そしたら帰ったら子どもたちが3人並んで座っていてくれて、折り紙で作ったママ合格おめでとうっていう横断幕を見せてくれて、おめでとうって言ってくれた時に何も言わなかったけれども、すごく応援してくれたんだなと思ってすごく嬉しかったです。趣味はスポーツをすることと、あと書道です。スポーツは会社の同僚とか、あと上司とか後輩と時間を合わせてスノーボードに行ったりとか、ソフトバレーをしたりテニスをしたりとやらせていただいております。書道の方なんですけれども、高校生の時に書道部だったんですが、長女が書道を習い始めたのをきっかけに2年ほど前から再開しました。今年の5月からは下の男の子2人も同じ書道教室に通い始めましたので、4人並んで書を学んでいます。仕事も目いっぱいやりたい、家庭生活も目いっぱいやりたいっていう方はぜひ香川県警で一緒に働いてみませんか。お待ちしております。大平千佳子と申します。昭和57年、香川県警察行政事務職員として採用されました。現在は警察本部厚生課で次長という職をしております。家族構成は夫は警察官、子供2人も警察官、4人家族ですが、娘はすでに結婚して独立しておりますし、息子も一人暮らしをしておりますので、現在は主人と2人で暮らしております。私が思いますのは、女性だからといって必要なキャリアっていうのはないと思います。それぞれついた職で必要とされるものを本人がどうやって築いていくか、それぞれの本人次第、本人の意識次第かと思います。私について言いますと、いろんな職を経験いたしましたが、何かそのための資格を取るということもなく、なんとか日々暮らしてきております。それでも現在は管理職に慣れておりますので、これがどうしても必要だというキャリアはあるとは思いません。私が昇進を考えたきっかけというのは実はございません。と言いますのも、勤めております限りは承認試験を受けて承認していくというのが当たり前だと考えていたからです。むしろ私自身、何回か承認試験を受けなかった年がありますけれども、そのことの言い訳を自分自身にする、そのことの方が大変でした。ですので、承認試験を受けて承認して、そのポストなりの仕事をしていくということは社会人として当たり前だと私は思っています。感じた弊害というのは取り立ててはございませんけれども、やはりちょうど承認試験を受ける時期が子育て時期でもございましたので、子どもの用事を済ませる、また家事を済ませた後で夜中から勉強するということが今思えば少し大変だったかなと思います。しかしそれよりも、採用になってずっと仕事をしてきて知らなかったことが大変多かったので、承認試験の勉強をしてみて初めて地方公務員法にも触れましたし、そういう意味では克服しなければならない大変さよりも、承認試験を受けることで私自身得るものが非常に大きかったと考えております。私は承認試験を今まで4回受けてまいりましたが、特に最後、管理職になるための承認試験を受けてその後感じたことなんですけれども、自分のアイデア、自分がやりたいと思ったことを実際にやることができる、これはとても素晴らしいことだと思います。承認試験を受けて承認したからこそできることだと思います。例えば2年前に校長被害者支援課というところで音楽隊長という仕事をさせていただきましたが、その時には
初めての音楽隊の定期演奏会を企画したり、その中でこれはぜひ県民の皆様に歌を聴いていただきたい、歌という歌詞があるものによって皆さんに分かっていただきたいと考えて、 KP 合唱団、香川ポリス合唱団というのを思いつきました。それでこれを呼びかけて職員で歌ったらどうだろうとアイデアを思いついたんですけれども、これが多分係長の時でしたら、こういうのをしたいんですけどと言って上司を説得するのに随分な時間と手間がかかったと思いますが、その時は音楽隊長という立場でもございましたし、これをしたい、私がやる、私が集めるということで実際に実現できた。こういうことはやはり承認試験を受けて承認してならではの仕事の醍醐味かと思います。私は今警察職員の幹部となっていますけれども、今でこそたくさんのまたは大量の実務を持つことなく、管理職として課の皆さんの業務運営をしたり健康管理をしたり、そういうふうな仕事をしておりますけれども、なかなか今の若い皆さんにとってワークライフバランスを推進していくというのはある意味大変だと思います。特にお子さんを育てている方については、家で子育て家事をしながら、また男性と他の方々と同じように仕事をしていくというのは非常に大変だと思いますけれども、私自身育児休業のない時代に子どもを育てて、その大変さ苦労というのも十分自ら知っておりますので、そういう経験を生かして今の若い方々にはいらん苦労をさせることなくですね、そういうことに理解を示せる幹部になりたいと思いますし、日々そうやっているつもりです。夫は現在警察本部で勤務しておりますが、料理が大好きです。で、若い頃はそうでもなかったんですけれども、最近ではほぼ毎日主人が料理をしてくれて私が片付けをする、お互いに仕事が遅い方を待ってまだかまだかというイライラした日常ではなくて、早く帰った方が料理をする、早く帰った方がこれこれをするという暗黙のルールがありますので、それに基づいて夫の協力を得ながら非常に快適な日々を過ごさせていただいています。今だからこそ、子どもが巣立ったからこそできている趣味、ストレス解消法が今の私にはたくさんあります。一つは語学の勉強です。これが趣味かと思われるかもしれませんが、私は中学校高校と英語が好きで、その頃はあまり思わなかったんですけれども、子どもが巣立って何かをしたいと思った時に英語をもう一度勉強したいと思いました。それで現在は英語、それにフランス語も習っております。これによって警察社会ではない他のたくさんのお友達ができました。その方たちは趣味を同じくする、また住むところを同じくする方々なので、一生のお友達になり得る非常に貴重な存在です。また語学の勉強の他にはゴスペルを習っております。ゴスペルについて言うと非常に大きな声で、私一人ではなく何十人という仲間と一緒に歌うということもあって、趣味そしてストレス解消にも非常に役立っております。また今流行りの御朱印ガールでございます。旅行が好きで、その度に御朱印帳を携えて寺社を回ることも私の今の楽しみの一つです。私が若い時には上っ張りを着た事務のおばちゃんという役割でしたので、あまり仕事の重責に悩むこともございませんでした。今の若い方たちは採用になってすぐの頃から非常に大変な仕事、また家庭、その両立に苦労されるとは思いますけれども、なんとかなるものです。そして自分一人で決して頑張りすぎない、考えすぎない、悩みすぎない、困った時には家族に助けてと頼む、周囲の同僚上司にすみません助けてくださいという、そんな風にして乗り越えて後で後悔しない社会人生活を送っていただきたいと思います。